皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はブラバスワイドスター 350D の続きをお伝えします。でちなみにこれは別の 350D という、非常にゲレンデたくさん入庫しております。皆様ありがとうございます。でこれ以外にもそっち側には仙台モデルが止まったりとか、あのゲレンデかっこいいね、色ね、ガンメタ、はい、納車でしょうか。これから出かけるところです。そして中にもあるんでちょっと見てみましょう。こっち63がバンパー外されて、多分ラッピングかなんかの作業じゃないでしょうか。本当にゲレンデたくさんご入庫いただいてます、ありがとうございます。そしてご紹介するワイドスターはこんな感じで今最終の仮組中でございます。お疲れ様です。でこれ今クリアのもう取れちゃいました。結構目につくんで、結構見とって仕上げていきます。はい、はい、高橋さんマイクがついてないんで、はい、あのもう一回僕が言うとちっちゃいゴミがついてるんで、ちっちゃいゴミを取り除いて磨いてっていう作業を、塗装ブースの中でやっぱり塗っても、はい、こう稀にこうプツってついたり、でそういうのは削って取るんですか。アールがついてるものとかあるんですけど、平らな、まあ、基本的には平らなところは平らなもので、まあ、3000番とか使って落としていく。あ、平らになるまで削り落としてやるわけですね、はい、でそれをコンパウンドで、目を消している。でこれがその番手が3000とか、数字が大きくなると細かくなるんでしたっけ。そうです。3000、2000、一番こっちがじゃあ1200、はい、これなかなか画面だと分かりづらいですけど、触ると結構違いますよね。全然違います。全然違う。声張っていただきありがとうございます。こっちだからおろし金ぐらい、おろし金は言い過ぎだなサメ肌みたいな、はい、こっちはもうザラザラしてんのか分かんないぐらいですよね。そのぐらい細かい3000番で仕上げていくと。で最終的なこの磨いた傷はこのコンパウンドで、でどの辺にあったんですか。この辺もうそういう風にピカピカに仕上げるみたいです。でこういうのもだから職人の技術ですよね。はい、こんな感じでもう僕らだとどこですかっていうのも、もう職人さんがもう全部そういうのも削って平らにして、そこまでやって完成すると、はい、でこれがもう早速仮組みの状態ですけれども、この後ラッピングの作業が残ってるんで、一応仮で付けた状態でフェンダーと、あ、マフラーはもう早速変わってますね。これはまさか出口だけです。 350D でこの4本出しにした人はグラバスのキットを買うと、なんとこんなスラッシュカットの4本出しになっちゃいます。そしてリアのフェンダーもこんな感じでしっかり、でリアバンパーももう仮組みされております。で見てください、これもう先に出しちゃいます。かっこいい。背面タイヤカバーがこんな感じでもうついてます。もしかしたらこの辺もラッピングされるのかもしれない、わかんないです。今日はお楽しみにってこと で、あとちょっとあんまりこの話を振っといて、後でそれラッピングしますよって言ったらあれなんですけど、意外にこの63のワイドスター見た後だと、このモールシルバーのここ結構主張が特に黒だとあるなぁなんて思ったんですよ。結構目立ちません、ここがこうフロントに回るとヘッドライトシルバーなんで、あれ意外になんかつながりがあってかっこいいじゃんと、そんな風に僕感じてしまいました。だからここ、まあ、63だと漏れなく多分黒になるんだと思うんですよ。550、400、350、この辺のモールは結構触り方次第で車の印象変わっていいんじゃないかなと思います。そしてまた前に戻ってきちゃいますけど、この350のグリルにブラバスの B マーク WB 新しい、めちゃめちゃなんかかっこいいですよこれ。またパナメリカーナと違ったかっこよさが、今すごくいい瞬間を発見いたしました。こちらの車背面タイヤカバー、さっきちょっと触れたあのメッキの部分ですねを今ラッピングナウなんで、こんな感じで今職人さんが絶妙に取り外してラッピングしてます。そうするとリアの背面タイヤがもう真っ黒になるという、これめちゃめちゃ人気ですよね。まあ、お気軽にボンドボディまでご連絡いただければできちゃいます。そしてこっちが
乗せる予定のボンネットっていうことで、バードームス全部一回多分クリア乗り終わった後じゃないかな、はい、これから多分磨いて組み込まれるんじゃないかなと思います。はい、そしてこちらが塗り終わってパーツの組み込みが終わったバンパーみたいです。まだ磨きの方が済んでないみたいなんですけど、もうピカピカで、これでいいんじゃないかなと思ったら、こういうことみたいです。お分かりいただけますでしょうか、このクリアのプツっていう、こういうのを取り去るために全部磨いてやり直すそうです。そして今このグリルだったりだとか、このセンサーだったりとか全部組み込んだ後なんですけれども、ちょっと裏返してみましょう。よいしょ、見てくださいこれ、これなんとこの青いグリルを止めるクリップ、これも全部ブラバスのキットに入ってるそうです。もうほぼ純正、もうだいたいバンパーの作りも一番最初に触れましたけど、このちっちゃいこの爪もう塗ったら純正にしか見えない。でこういう細かいクリップも全部入ってると、でフィッティングももう間違いない。でまあ板金屋さんなんか多分よく詳しいと思うんですけど、こういう網とかつけるのに結構こう何も止めるところないんで、こう接着剤でつけたりとかって多いと思うんですけど、バラバスの場合はこんな感じで、でしかもこれなんかブラバスのリップもそうらしいんですけど、このデイライトを止めるこのステーが両面で取り付けるように指示が出てるみたいなんですね、説明書。ただやっぱり日本の過酷な使用環境だと両面テープの劣化だったりだとかっていうのも考えられるんで、ボンドボディではさらにそこを接着剤でガチガチに止めてつけてると。そしてこの穴とこのデイライトの関係って、まあ、割と自由度が効くんで、本当に微調整してバッチリな位置でつけてるそうです。であとこっちのセンサーなんかも、これ外気温センサーだと思うんですけど、まあ、ほとんどのメーカーがこうプスって刺さってるだけなんで、結構その組み込みのところに時に抜けちゃったりとか、走ってる最中にこう振動で抜けちゃうなんていうのも、僕ミニのメガニックやってた時にたまにあったんですけど、それもちゃんと抜けないように軽く接着剤で止めて抜けないようになってると、そんな仕様になってるそうです。ブラバスの、まあ、もちろんそのマニュアルがあって、マニュアル通り一定のクオリティで取り付けられるようになってるんですけど、さらにボンドボディの方で、まあ、日本の環境に合わせて長いこと使えるように取り付けしてます。はい、はい、というわけで今回はブラバスワイドスター 350D の続きをお伝えしました。この後作業の動画もありますんで、ぜひご視聴ください。ボンドチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。